伊藤やね、来たぞ、手放さんぞ、よしよしよっしゃ、惜しい、当たった、あ当たりましたね、おっしゃ来た、おっしゃ、おっしゃ来た来た来た、お引くね、引く引く、おすげえ、首振り半端ない、やっぱ手前ですね、来ました、アメマスです、やったー、よいしょ、 いやいいですね、あお、来た、おーすげえ、フォールできた、おーすげえ、おっと引く遠いな、魚や、あーでもそこまで大きくない、さっきと同じぐらいかな、Gコントロール釣れますね、おっと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 、なかなかいい写真を撮らせてくれない釣れるけど、ほらヒットした、これでかそうですよ、これでかいだろう、あ、違う、
手応えすごかったですけどね。決まり来ましたね。やめます、面白いよ面白い。スレかな、巻いちゃったかな。あ、なるほど、スレですね。よいしょ、粒ぞろい。さっきからこのサイズばっかりですね。よっ、よし、よし、来ました。食べます。ちょっと小さい、もっと大きいの来ないかな。バイバイ。スリート12 SSP 最強っすね。釣れる。あとこのね、7月にね発売されます。もしかしたらもうこの動画出す頃には発売されてるかもしれないんですけど、ワーク11ですね、こちらのベイトモデル。いや最高、なんかかけた時の安心感がね半端ないですね。あと本当引き手を使ってバットをね軽く曲げ込むだけで竿が勝手に投げてくれるんで、楽にね返答できるですね。いきなり来た。あれ、また地合いが始まった。これ結構重いよ。重いけど一緒ぐらいかな。リア1だよね。ギリギリも。よしよしよし。よし。はい。バイバイ。さあ今日は6月20日です。残すところ、釣りができるのはあと3日、今日含めで。どうしてもねちょっと大きいアメマス、ウミアメ釣りたいんで、やってきました。ウミアメを狙っていきますよ。朝一のタイミングでなんかでかいのが釣れそうな雰囲気だったんですね昨日は。まあ、実際隣って言っても50メーターぐらい離れ、50メーター、100メーターぐらい離れてたか、その人に結構いいのが来て、多分目測でこっちから見るに軽く60センチは超えてそうなやつでしたね。おー、いるね。ベイトいます。やっぱり昨日満潮までいたんですけど、その時にめちゃくちゃ地下というベイト入ってきて、まあ、その時は釣れなかったんですけど、これだけベイトがおれば、まあ、間違いないだろうと。しかも結構手前にいますね。間のシケの濁りがまだ残ってればね、でっかいやつが釣れるチャンス。
あれアメマスっぽいね。あ、ライズしてる、ライズしてる。アメマスだろ。アメマスライズしますね。ちっちゃい方がいいかな。よし、来た。あ、よし、来た。よし、来ました。あんまり大きくないかな。あ、ちっちゃいです。めちゃくちゃちっちゃい。よいしょ。ちょっとごめんなさいね。はい、アメマスちゃんです。めっちゃ暴れる。ミノがいいっすね、やっぱミノにしましょう。アスリートプラス12 SVG。 こっち来るな。はい、これでいきます。よし、うわ、自分からセルフで飛んで逃げていくな。昨日と全然違う。これアメマスマジで。すげえな、やっぱイワナやから。これちょっとサイズアップですね。お願い取らせて。ごめんなさい。来ました。
よし、ちょっとね、何気に雰囲気が良さそうなサーフに来てみました。あそこが河口かな。寒いな、結構寒い。上着いるかな。やっぱでも日が照ると、ま、暑いんですよ。これが本当に。川の流れ込みやってみましょうか。おっ、来た来た、おっしゃ来た、おっしゃ来ましたね。やったぜ。引く、これ何、これ、サクラマス、やった、よし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 。釣り上げますけど、いや、よかった。40ぐらいあるよ。マスくんです。はい、イエーイ、やった。嬉しいな、なんか釣れるじゃないですか。しかも今日行ったところよりも、ね、サイズが普通に良かったと。ちょっとせっかくなんで、こちらの方にもね、アメマスを味わわせてあげたいなと思って、このワーク97ですね、僕の大好きなロッドです。スピニングタックルでもうやってみたいなと。もう一回ここから打っていこう。あの濁りの中にいるのは確かやな。あ、飛距離が変わらん、イレブンベイトと。外れた。よし、よし。これ結構大きいかな。大きいんじゃない？やったぜ。なんかサゴシみたいな引きですね、これ。アメマスでしょうけど、よし、アメマスですね。よいしょ、よいしょ。はい、これちょっといいですね、サイズが。まあこんなもんじゃないんですけどね、狙ってんのは80センチとかですよ。やばい、危なかった、サゴが。一緒ぐらいのサイズだな。サイズダウン。うぐい。あ、見ますか。
うぐいっすね。うぐいもいますね。なるほど、うぐいくんですね。うぐいくんいいよ。僕は熊も、うぐいくんも当たるわけですね。いいじゃないかこれ。あ、違う。おっと、まさかこれはヒラメじゃないか。あ、ちげえ、カジカか。あー、カジカ、カジカがヒットしました。これはちょっとグリップ使います。なんか怖いんで。カジカですね。あ、すげえ、なんだこれ。えぐいな君。いやー、珍魚が現れました ね。なんかこれ毒がありそうな、なんかおこてっぽいのでね。すごい。あ、ヒラメかと思った一瞬。これは想定外でした。バイバイ。かなり広範囲になんかこう魚が散っているような、手前じゃなくてかなり沖でも跳ねるんで、もう一回アスリートに戻す、アスリートを順に SSP に戻して、これに頼りっきりだな。やっぱりすごいルアーだな。サーフで言ったらこれ最強のルアーだな、やっぱ。斜めに投げます。ないけどアメマスですね。お、早い火が。これはちっちゃいよ。これはちっさいよ。尺じゃない。あ、あ、あ、すごい色ですね。なんかね。はい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 、ちょっとアメマスですけど、もうこれはすごい。ウグイ、これベイトでしょ絶対。ウグイっすよねこれね。あらららら、来た来た来た。あ、外れた。嘘やろ、でかそうだったのに。あ、ついてるついてるついてる。それでかくないか。またウグイじゃない？
あ、雨だ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 、雨ちょっとずつサイズ上がってきてるような気がしますけど、サロフトサイズ、うん。